伊津浦海岸、伊津浦海岸の位置、伊津浦海岸、伊津浦海岸は、茨城県北茨城市大津町伊津浦にある海岸、継承地。花園花抜き県立自然公園に属する。関東の松島の異名を持つ。岡倉天津旧宅、庭園及び大伊津浦、小伊津浦の一部として、国の登録記念物に登録されている。大小の入江、大小の磯。 高さ約50メートルの断崖絶壁など、波による侵食で形成された地形が続く。海底油、ガス田の高成分から形成された炭酸塩、をコンクリーションが祈岩をなし、亀の王僧、タガ僧群などの地層が見られる。崖の上には黒松が生えている。南から小一浦、大一浦、椿磯、中磯、橋磯の五つの裏を称して、五浦という。 陸前浜海道を日立から、名古ソ関跡,跡に行く道帝の途上にある、日本のなぎさ百選、日本の音風景百選、茨城百景、日本の白車聖書百選、日本の地質百選、26歳で帝国博物館理事、美術部長、27歳で東京美術学校の校長となった岡倉天心は、1898年に日本美術院を、 設立、1九0 6年この地に移した。横山大観下村勘山、岸田春僧、木村武山などが学び、日本画の創作活動をした。この活動を記念して、茨城県天津記念市浦美術館、茨城大学市浦美術文化研究所が設置された。また、岡倉天津ゆかりの六角、同観覧亭が残されていたが、二0 1 1年三月十一日の、 東北地方太平洋沖地震による津波で消失した。翌2012年4月17日に創建当時の設計で再建された。近辺の名物はアンコウ料理。東のアンコウ、西のフグと称される。水戸、大洗海岸、味ヶ浦海岸、北茨城一帯の名物であり、茨城県海岸より全般の名物である。ありがとうございます。